マスクには4つの効能があります。感染リスクを下げる無意識に手で鼻や口を触るのを防ぐことで接触感染を防ぐ気道の感染乾燥を防いで粘膜を守る感染していた場合飛沫によって人に感染させるのを防ぐことです。布マスクはサージカルマスクのような不織布マスクに比べてフィルター能力は低く ウイルスやウイルスが含まれた飛沫を十分に補足することはできないものと考えられますただ、布マスクにも接触感染を防いだり軌道の乾燥を防いだり他人に感染させないための咳エチケット用としての効果はあるかもしれませんただし、毎日の洗濯は必須で洗濯せずに使い続けた場合にはむしろ布マスク自体が感染源になってしまう危険があります サージカルマスクも今手に入りませんよね。そこで提案なんですけど、よく僕、患者さんに聞かれるのは、何日間くらいしててもいいですかとか、そういう質問を受けます。で、その時に私、患者さんに何枚持ってるのって聞くんですよね。そうすると、だいたい5、6枚持ってる人が結構いるんで、その場合には、例えば1月2月持たせようと思ったら、1枚のマスクを長く使うんじゃなくて、そのマスク5枚に、 1番番番から5番の番号を振っっててくれって言うんですで1日ごとに5番まで使っていく。で実は紙で一体何日ウイルス生きてるんだなだろうなってそういうことを考える人がいて報告としてはだいたい45日までって言われてます紙の種類によりますけどね最長でも。そうすると1枚目のマスクを使って外したらその表面にたとえウイルスがついてたにしても 換気のいいところに置いとけば、5日後にはウイルスは消えている。そうすると5日経って6日目にそのマスクをすればいいわけなんですね。そうすると比較的洗浄とかなくても、しばらくの間はこの5枚のローテートでやっていけるっていう方法が考えるんじゃない？慣れるんじゃないかなと思ってますので、えー、いかがかな。どうぞあのご利用くださいと申し上げます。 はい、あります。目の粘膜から直接侵入することがあるんです。これは接触感染で手についたウイルスを目や鼻口などに無意識に持っていくことによって粘膜からウイルスが侵入します。ウイルスは乾燥した環境中では長時間生き続けることができるので感染者が使用した電話ドアノブ食器や交通機関のつり革などにウイルスが付着していて。 後からそれを触った人に感染が起こり広がっていくことがあります。メガネは目に感染者の唾液などの飛沫が入るのを防ぎます。そしてそれよりも大きな効果としては、感染者の鼻水や唾液がついたドアノブや手すりなどを触った手でうっかり目をこする。えそれを防止する効果によって感染リスクを減らすことができると考えられます。でこまめの手洗いもそれですよね。 手から目、手から口手から鼻これ私一番怖いと思ってます紙の上では最長で4日から5日生存したっていう報告がありますでもこれ紙の種類によって様々ですでご質問の段ボールの上では24時間すなわち丸1日生存するという報告があります 金属では最長で5日間。これも金属の種類によって異なります。10円玉は銅でできていますが、10円硬貨の表面では4時間ほど生存するという報告もあります。ですので、ウイルスが付着した効果及び紙幣を素手でわり、その手で口や目、鼻を触ると、やはり感染する可能性はありますので、物に触れた後は、 手洗いや手指消毒をぜひこまめに行ってくださいでまた医療用ガウンでの報告が実はありまして2日間生存したという報告があります衣類はしっかりと選択してください自分しか触らないのであるならばスマホからの感染リスク これれは少ないと考えられますただし患者さんが触れたテーブルなどの上に置いたその置いたスマホから感染の恐れは少ないですがあります、えー。アメリカの国立衛生研究所 NIH などの実験では新型コロナウイルスの生存期間例えばこういうテーブルみたいな木で最長4日間スマホなどを考えますとガラスの表面では4日プラスチックでは結構長くて。 6日から9日生存するという結果が出ています。ですのでやはり折に触れて手洗いねで手指消毒ですねこういう習慣はですねぜひつけておいてもらった方がいいと思います。